One, two, three, four. セプテンバーガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。素敵。このシンプル簡単バージョンでも妙にこう思わずこう体が動いちゃうようなそんな感じでねできると最高だなというふうに思いました。でこの G7 サス4というコードどうですか。これ初心者の方でもできると思うんですが、後でちょっとねじっくり解説しますけど、見てみてください。まずはですねこれ英語の曲なんでですね、この英語は確かにねちょっとね難しいですよ。このノリをねこのリズムに合わせてこうすごくドライブ感満載にやっぱり歌いたいんですけど、やっぱりねこれはちょっと独特のねニュアンスが、表現するの難しいんですけど、とにかく聞き込んでモノマネとなりきり力ですからね、これがね大事です。調子に乗ってなりきる、これが洋楽の基本です。ガズレレ的にははい、最初はニャーニャーとかもうそういうノリ重視でいいんでやってみてください。そして今のね演奏を聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルのショートカットアレンジバージョンにさせていただいております。今のバージョンは最初から1番やって2番やってサビをやってもうエンディングのラストの繰り返しみたいなところに入っていっちゃったんですけど、まあ3番というかブリッジパートみたいなところもねもうほぼコード進行を繰り返しなんで、慣れてきたら皆さんご自身でコードを書き出して自分でこうそこのパートの英語の歌詞を書き加えてオリジナルの楽譜を作って練習していただくのもいいと思うんですけど、ひとまずは今のガズレレアレンジのショートカットアレンジバージョンに、全てキュッとこうね網羅されてますんで練習スタートしてください。ガズレレの動画には歌詞とコード出てますんでね、練習をスタートしていただいて1個目のゴール設定は今の簡単版と一緒に演奏できたらもうこれはかなりレベル高いですから、英語だしね、このノリというかこの英語の歌詞をリズムぴったりはめるの難しいですからね、やってみてください。もし一緒にできるようになった方おめでとうございます。次のステップどんどん行きましょう。次の
のステップは一体何かというと、今度はね、ガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコードを覚えるのは、まあこれは無理でしょうからね、まずは楽譜的なものを見て、何回も何回も楽譜を見て、もう自分で練習していって、いずれはもう覚えちゃって、大空に向かって、この9月の空に向かって、セプテンバーですからね、歌ってみたい。こういうのがおすすめなんですけど、ひとまず、楽譜を見て練習していこうということなんですけど、楽譜ってでもどこにあるんですかという感じだと思います。安心してください。今の演奏がですね、はい、見てください。とうとう33冊目になりました。ガーゼのノート33冊目です。33冊目の1曲目を飾るにふさわしい。はい、こんな感じですね。はい、セプテンバー、こんな感じでガズがね、手書きで書いたノート、これを見ながら今演奏していきました。もうびっちり書いてあるんですけど、これもうちょっとしたらこんな風にお稽古として、みんなもこんな風に書いてみたらいいよということでシェアしようと思うんですけど、今ね、めちゃくちゃ便利なサービス、これが始まってます。ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げてセプテンバーを含む、ガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大なガズのノート楽譜のストックの中から、皆さんが毎月5曲、この曲やってみたい、この曲憧れの曲とかいう感じで選んでいただいて、即座にデジタルデータでお手元にダウンロードして使用していただけると。この楽譜はもちろん全部 YouTube にもう完全連動している楽譜ですからね、すぐに練習スタートしていきましょう。そしてこのね、ガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもめちゃくちゃ盛りだくさんなことやってますですね、毎月2回、ガズクラブのメンバーだけが参加できる、世界中から参加がある大セッション大会ガズオンが行われております。毎月2回ですよ。課題曲を決めて大熱唱、これがめちゃくちゃ楽しいです。あと、ガズクラブの方だけが使えるアプリがあったりとか、あと毎月1回ガズクラブミーティングと称してですね、ガズレレが今どんなことやってるかという裏口のね、ミーティングをですね、みんなにも共有していて、みんなのご意見も聞いたりしているという、あ、なんていうか、こう村を作ってる、そんな感覚でございます。あとちょっとガズクラブとは別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。こちらはですね、 YouTube メンバーシッププログラムというやつで、毎週2回、590円で、ライブ配信による講義です。毎週2回なんで1ヶ月にだから、何回だろう、8回とか10回とかそのぐらいあると思うんですね。すごくこれ濃厚です。テーマソングを決めて深掘っていく、チャットでやり取りするやつなんですけど、これ YouTube メンバーシッププログラムっていうのは、このね、動画をAndroid 携帯かパソコンで見てる人、ここにメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、そこから入っていきます。毎月590円です。よろしくお願いします。あとね、朝7時半からガズさん、ラジオ配信しています。ガズラジというラジオ配信なんですけど、スタンド FM というアプリのラジオ局で、毎日365日やってますんで、ぜひ聞いてください。いつでもどこでも無料で聞けるラジオ配信になってますんで、はい、この辺のね、今のね、ガズクラブとガズレレ大学とガズラジ、この辺のことは概要欄にすべてリンクかかってますんでね、ぜひ見てみてください。さあ、それでは楽を見ていきましょう。セプテンバー、アース・ウィンド・ファイアー、かっこいいね。プロモーションビデオとか見てくださいよ。もうすごいから。すげえかっこいいです。はい。これイントロなんですけど、ちょっとここ見てもらいたいんですけど、この2ブロック分がかける3になってます。ここ注意ね。で、ここね、これさっき言った G7 ザ4というコードでこれやったんですけど、これ簡単ですからね、後でちょっと解説しますけど。で、ここちょっと見てもらうと、今のシンプル簡単は FG7、Em7、Am だったんですけど、ちょっとここ下見てみてください。Fm7 と Em7 と Dm、矢印 Em7、矢印 Am、フレーズって書いてあります。今日これがね、かっこいいバージョンでは決め手になるね、今日のキーポイントとなるフレーズがあるんですよ。これ後で解説しますけど、かっこいいバージョンではここ、全部このフレーズが入ってきますからね、こんな風に。ちょっとね、ちょっとノートはごちゃごちゃになっちゃったんですけど、ちょっとこれを書いてみました。なんでシンプル簡単バージョンは F と G7、Em7、Am で役で、これは簡単だと思いますけどね。はい。ただし何回見ますけど、英語の曲なんでね、まあ最初はモノマネで、調子に乗る。これがポイントです。今映しとくので、一時停止して、ちょっと書いてみてください。あと、ここにタッターって書いてあるの、かっこいいバージョンではこう、決めも入れていきますからね。はい。で、さっき紹介させてもらったガズクラブで、この今映ってるこのノートそのものをデジタルデータとしてダウンロードしてもらうのめちゃくちゃ有効です。このノートの特徴なんですけど、上に点がついてるでしょ、これ。これ、Do you remember 21st night, September? ここのところでリズムが変わるっていうのがね、これ分かるようになってるんですよ、この点で。これ歌ってみるとすごく分かります。あとこの歌詞の置くタイミング、この位置がちょっとずつずれてるじゃないですか。これでリズムをね、測る、かなり参考になると思いますね。歌詞カードを読んでいるだけではわからない表現がここに出てきます。はい。じゃあ今、ここ映すところで、お時間の方は、こんな感じで映していってくださいと。この G7 サスポートコードが今日のキーポイントになるんですね。はい。まず1番。OK。はい、じゃあここ、サビですね。サビ。ここ。これがもうね、いいですよね。バリア、ラン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 ですね。はい。ここ、サビやってください。
かっこいいんですよ、これ。これ、矢印マークはね、ここにも出てきてたシンコペーションというリズムが前に突っ込んでくるよということ、これ後でもしっかり解説していきますけどね。これかっこいいリズムになっております。で、ここちょっと歌詞がさ、二重になってるじゃないですか。これちょっとね、構成があってですね、この、ここの、一番下にあるゴールデンドリームスはシャイニーデイってやつは一番最後の3回目に出てくるときに歌うっていうことなんで、後でちょっと解説しますね、流れを。で、それ以外は全部この上の段を歌います。はい、はい、で、ここもこうたったたかっこいいバージョンでこう決めがあって、で、サビが終わったらここの星マークに入ってきます。ここパールル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 、これ要はイントロと同じですね。ここの2ブロック分をかける3回やって、最後 G7 サス4で、繋いで、で、ここから2番が始まっていくんですけど、ここまたいてます、歌詞がね。はい。My soul, with you って感じで、ここに流れていきますね。こんな感じで2番が始まっていきます。2番はね、要は全く1番と同じ感じのコード進行で、この繰り返しですね、例の。歌詞が変わってきますけど、この2番の方がちょっと歌うのは難しいかもしれませんが、ニュアンスを汲み取ってやってみてください。はい。一時停止で書き出してください、2番。はい、OK ね。そしたらちょっとここから構成の話なんですけど、ここ見てください。サビやって、最後フェードアウトって書いてあるんですけど、サビ繰り返すんですけど、サビってここですよね。ここ、なにらんだよりメンバー、なにらんだねらんで、繰り返したサビの1回目は、ここ、上の段、Never was a cloudy day をやるんですね。そして、またここで、カッコ、ゼファザで、もう一回繰り返す。3回目のサビです。バリアラララララって、で、最後の3回目の時、ここ、ここのさっき言ったゴールデンドリームスの歌詞になって、今度はまたこのサビのコードを繰り返しなんですけど、サビと同じようなメロディーでパリアリアリオーパリアリアリオーって繰り返していきます。で、これを繰り返してだんだんボリュームが小さくなるフェードアウトというやつでね、この原曲のアルバムのバージョンっぽくね消えていくという感じで演出してやってみた。これがガズレレアレンジになっております。ぜひ皆さんやってみてください。さあ、どんどんやっていきましょう。ちょっとコードをね公開していきます。まずね、この赤く囲ってるやつは後半のかっこいいバージョンで出てくる頃のコードなんで、今出てくるのはちょっと場所なくなっちゃってコードネームだけですから言っていきます。 C と Am と F と Dm G7Em7 のこのね6個のコードだけで今やったんですよ。これ嬉しいですよね。今映ってる6個のコードはガズレレでは超簡単入門コードのグループのこれです。ガズレレ必須コード。私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、ものすごいいい動画撮ってます。ここにその動画をね、面白く楽しく覚えるための動画をリンク貼っ付けとくんで、この動画見たらね、楽しく覚えられちゃいます。今日は10個のうちその6個が出てくるということで、やりました。おめでとうございます。ということでございます。で、先ほどから何回も出てきてる、この G7 サス4というコード。これはですね、よく出てくる。これ簡単ですから、初心者さんもぜひやってみてください。まず入門コードのうちの軸、G7 を押さえてくださいね。こことこことここでしょ。これは皆さん押さえられるはず。小指見て。ここ足すべ。足したら G7 さすぼです。はい。つまり、こうやって押さえてもいいですよ。だから。わかる？小指じゃなくて、こういう風に押さえてもいいです。はい。薬指、中指、人差し指。はい。ここでもいいし、小指でもいいし。はい。G7 の1弦が3フレットに変わった。これだけですって、これはいけると思います。これじゃないと、ちょっとこの曲ね、このフレーズがね、ちょっと、うまく響かないんです。気持ちいいです。やってみてください。はい。そんなわけで、じゃあ、ここからですね、かっこいいバージョンに入っていこうと思うんですけど、その前に、やっぱり何回も言いますけど、こう洋楽を歌う時のポイント、もう、改めてもう何回も言っちゃうけど、洋楽を気持ちよくやる、まずステップがあってですね、まずは、モノマネ。これにつきます。聞いた感じで、その調子に乗ってモノマネするわけですよ。それが大事ですね。体を揺すってですね、もう、バウリーワンチアリーメットポーディー、もう英語でも何でもない、宇宙語でもいいんで、まずそのノリをこう掴み取る。それで、歌詞の内容を読んでくださいよ。歌詞の内容とか、やっぱプロモーションビデオの世界観とかで、やっぱあの曲のエッセンスをこう、要は調子に乗っても、なんていうの、こう、言葉ではないところでまず掴み取って、で、やってるうちにいずれこうワンフレーズずつなんとなく英語っぽく、本当の英語とこうシンクロしていくみたいな流れになるとですね、いいと思います。ガズさんも洋楽はそうやってですね、弾けるようになってきたんで、まず調子に乗るっていうのを忘れてしまうと、もう永遠に洋楽歌えないような気がしますね。はい。参考にしてみてください。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説入っていくぞと。はい。かっこいいバージョンではね、1個だけコードを追加するんですけど、ちょっとこれ、面白いコードですよ。はい。F メジャー7ということで、この大文字の M はメジャーということでやってますけども、まずこれ、3弦と4弦の5フレット、ここをこんな風に押さえるんですよ。ほう、ちょっとね、いい響きでしょ。これを使いたい。で、この時に、
この指の押さえ方をおすすめしてます。人差し指じゃなくてね。なぜかというとね、これね、5フレット、ここまで距離結構あるから、次じゃあ Em7 だとすると、Em7 の時にこっちに戻んなきゃいけないでしょ。その時にこの人差し指がちょっとあるだけで、かなりね、印象がね、近いんですよ。これで押さえちゃうと遠いって感じがするんでね。とにかく今から覚える人はこれをおすすめします。まあもちろんこれでもいいですけどね。はい。とにかくこの響きが素晴らしい Fm7 というコードを使っていきましょうと。はい。で、これがじゃあリズムの解説いきましょう。リズムの解説、今日出てくるリズムはこちら、ドン。8ビートのチャとシンコペーションでございます。このね、8ビートのチャとシンコペーション、今日はこれなかなかね、脳トレ要素はもう激烈高いね。覚悟しておいてください。はい。この二つの弾き方。この弾き方自体は簡単ですよ。ここにリンク貼っておきます。このリンク先は何かというと、ウクレレでできるリズムのいろいろを集めたガゼレレのホームページの一枚で、そこにね、今映ってるこの二つの弾き方の濃厚解説レッスン動画がすでにアップロードされていますので、じっくり見て、ちょっとまず練習してみてください。これ8ビートのチャというのはガゼレレで超基本になってるこういうやつですかね。みたいなディスコっぽい感じの時は、こう疾走感満載というよりはちょっとゆったりした感じの8ビートのチャがいいと思います。これがまず基本になってますので、これをまずバッチリマスターしてやってください。で、このシンコペーションなんですけど、リズムがね、ズコンと前に飛んでくる、こう突っ込んでくるよということなんですけど、今日はね、そういうフレーズというか、もうリフと言いますね、こういうのは。リフっていう概念は、コードというかメロディーというか、とにかくコードとメロディーが混ざったフレーズを弾きながら歌を歌っていくというようなことになると思います。はい、ちょっとこれやってみる。まずね、これ聴いてもらったらね、あーあれあれって感じになると思います。ちょっとやってみますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。かっこいいでしょ。これをやりましょう。まず F メジャー7出てきますからね。で、ダーダーッ。チャ、ここはまずシンコペーション、Em7。ダダッチャッタン。ここまで前半。F メジャー7、Em7、Dm。はい、ここまで。その次、また矢印でシンコペーション前に突っ込んで、Em7 で Am。はい、こんな順番です。だからコードネームで書くとこうなるね。F メジャー7、F メジャー7、Em7、Dm で、また、シンコペーションで Em7 で伸ばして Am で伸ばす。はい、ゆっくり、せーの。わかる？ FF Em7 Dm Em7 Am、 こんな順番ですね。はい、でこれを、やっていくんですけど、テンポはこのぐらいですね。せーの、こんな感じ。これ弾くだけでも最初ちょっと難しいかも。で、チャを入れるところね、ちょっと注目。ダダチャ、ダチャ、ダダダチャ。結構いっぱい入ってるように感じるじゃないですか。よく聞いててくださいね。ゆっくりいきますよ。せーの。ダダチャ。言ったところを意識するといいと思います。せーの、もう一回。これはかなりちょっとね、難易度高いフレーズです。確かにこれはで、カタカナで書くとこんな感じですね。タタタタタツタ感じ。タタタタタタタ、はい、タタタタタタタ、はい、はい、僕の右手よく見てて、ずっとこれストローク変わらないですからね。右手だけ見ててね。せーの、ね、はい、でれつてつてつてんでつって、これがずっと振り子のようにやるからリズムがキープされるわけですからね。このかっこいいフレーズぜひマスターしてもらいたいんですけど、弾けたって言って喜ぶだけじゃなくて、ここで歌うわけですから、これが悶絶ですよ。ちょっと A メロとかやってみると、いきますよ。 Do you remember the 21st night of September? Love changing my mind, I'm pretty there. Love changing the hard way. ね、これはなかなかの音へ。
脳トレなんだけど、できるようになるとこれかなり気持ちがいいね。最初はもう宇宙語でいいと思うよ、英語は。 Do you remember? まずこれでいい。これでもね、できたらすごいです、マジで。本当にこれね、かなり難しい。で、ここで英語の歌を歌うっていうのはもうね、脳みそ沸騰級でございます。まあでも、いずれはできるようになると思うんですよね。このリズムが体に、自分の体にしっかり落とし込めれば、できると思う。時間はかかりますよ。ただしね。はい。そんな感じで、ここが今日メインのね、一番難しいところ。最初にレクチャーしました。シンコペーションのリフですね。F メジャー7と E マイナー7と D マイナーと A マイナーの混ざったフレーズ。これを、なんとか今日はちょっとマスターしていただきたい。はい。何回かちょっと見てやってみてください。で、ちょっと細かい決めなんですけど、これね、見てもらったらわかるんですよね。たったーとか、たったったとか、いろいろその、書いてあるんですよね。なんで、これはね、ニュアンスを感じ取っていただければわかると思うんですけど、ちょっとやってみるとですね、じゃあ、1番の A メロの途中のとこかな。Pretender, I chase in the crowd away. 次ね、ここ。Our hearts are ringing. 今、たったみたいなので伸ばすとかですね。あとは、そうだね、サビの、1回目のサビが終わった後に、ちょっと決めが入りますね。あの、星マーク、パールルパールルに入るところで、マリエル、ネバーワーズクラリテー、ここで、タッタッタッ、はい、ここカッティングだね。3連発。今、左手で音止めてるんですよ。こういうのカッティングって言うんですよ。できたらこの、でカッティングで止めたいんだけど、難しかったら3回弾いて右手で止めるでもいいですよ。はい、パレルパレルってなっていきます。ちなみにこの星マークのパレルパレルのところ、このパレルパレル歌いながらこのフレーズ弾くのもね、かなり難しいです。せーの、パレル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 、イエ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 イ、こんな感じ。だから歌のメロディーラインが変わるだけでも、こっちは変わらないですからね、このフレーズは。ここはね、なかなか面白い。で、2番はあと繰り返してたんで、ここら辺はね、問題ないと思います。そして、あの、シンコペーションなんですけど、あ、サビの中でもずっとこんな感じで出てきますから、ね、サビやってみます。せーの。わかる?あの、後ろのリズムがドーンと前に食い込んでるでしょ ?Dm、ジャーン、G7 アップだったでしょ?ダン、ダーン。ここでアップになる。これがリズムがズコンと前に食い込んでるから、この矢印マークでシンコペーションということになっています。なんで今日この辺がキーポイントなんですけど、やっぱりなんつったってもさっきから出てきてるこれです。これにつきますよ。これぜひね、マスターしてほしいと思うんだけど、これはまあ、あの、じっくり行きましょう。焦らずに、楽しみに見ながら、これを徐々に体に覚え込ませていくイメージでございます。そしてあと忘れちゃいけないのは、このやっぱ曲の世界観をやっぱりこう、なんつう、思いを持ってやっぱ歌いたいわけですから、あの、アスウィンド&ファイアのプロモーションビデオとかライブの映像もすごい良かったです。YouTube で見たらかっこいいんですよ。で、あとは歌詞の内容、和訳を読んで、なんか曲のね、この思いとこの体揺れるディスコのこうファンキーなリズムをもう全部クッとこうまとめて出せるといいと思うんで、やっぱりね、そういう中身の方もこと、あの、しっかりこう把握しながら、このリズムでちょっとね、奥が深いですけど、時間かけてじっくりやっていきましょう。さあ、それではやっていきましょう。Earth, Wind and Fire の September ガズレレリュー、かっこいいバージョン、ソウルフルにやってみる。 1, 2, 3, 4.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 
ファイアのセプテンバーガズレレリューかっこいいバージョンやってみました。これはですねいいですね。これは盛り上がるよね。この曲まあもうあの世界中の人とセッションできちゃうわけだし、日本人でもねこれみんな知ってるもん。この曲何かコマーシャルとかなんかいろんなところで流れてるしね。こういうのをこうノリノリでできるようになると本当にねいいですよ。ぜひ皆さんこのあのねフレーズが弾けるようになるといいんですけどね。まあ焦らずじっくり楽しみながらやっていきましょう。ただいま G ラボのウクレレたち大好評にて販売予約受付期間真っ最中でございます。はい、こっちのねベトナムで作られているねオールハンドメイドのオール単板ウクレレはですねもう本当にめちゃくちゃいい鳴りと音ともうね弾けば弾くほど育ってくる、そんな素敵なウクレレになってます。ぜひ皆さんゲッチュしてください。概要欄に詳細貼っておきますんでよろしくお願いします。はい、そして11月11日ガズレレの日ということで弦が4本で11月11日毎年ねイベントやってるんですけど、今年はなんと名古屋に初上陸です。はい、チケットも発売になってます。これ大盛り上がりできるもんね、もう歌いまくりのねもうすごいめくるめく、一晩になります。でも平日の夜なんです。今からスケジュール予定シフトの調整をしていただいてぜひ来てください。はい、概要欄に詳細やっておくんでよろしくお願いします。チケットが残り少なくなってます。 お願いいたします。はい、そしてガズレレのね楽譜本たち、はい、黄緑色の本が出たばっか、ソングブック6出たばっかでずらずらこれあるんですけども、はい、これ今年の夏で20万部突破というとんでもないことになってます。それを記念しまして全国200店舗以上の書店さんでガズレレフェア開催中でございます。フェアを開催中のお店でガズレレ本ゲットしてくださった方にはですね、もれなく全員にミニノートブックプレゼントと初めてウクレレ、はい、3本抽選で当たるよというのをやってるんですけど、ただいまアマゾンでもねガズレレフェア、キャンペーンやってるんですよ。今ねガズレレでのリットミュージックから出ているガズレレ本ゲットしてもらうと通常のポイントプラス15% ポイントアップということなんで、まだガズレレ本持ってないなという方はあの店頭さんのガズレレフェアかアマゾンガズレレフェアで買って、もうなんかいろんなこと、まあ、あのお得にゲットしちゃいましょう。よろしくお願いします。この本読んでいただけましたでしょうか。はい、ご機嫌ガズレレです。ガズがめちゃくちゃいいこと言ってるエッセイ本です。ご機嫌って書いてある。これねもうご機嫌で音楽できる方法とか、このデイズですからね、毎日の日々の生活めちゃくちゃ楽しくなる、もうすごく素敵な言葉がたっぷり詰まってる本ですね。ぜひ読んでください。それとガズレレにはねアプリがあるんですよ。知ってました？ガズレシピというアプリなんですけど、携帯とかタブレットでね楽譜が読めます。で無料で取れる楽譜もあるんですけども、有料でねブロックになってて最新楽譜で、こっちの楽譜はガズレシピの楽譜はかっこいいバージョンも全部載っているということで、かなりですねボリュームたっぷりでございます。はい、詳しくまずですあのアプリのインストールが無料なんで、まずねあのちょっと探してください。あのご案内も貼っとくんですけれども、でねなんとこのねガズレシピの本も出てますから、はい、こっちも合わせてよろしくお願いします。はい、そしてガズレレとはちょっと違うんですけど、兄弟チャンネルガズピアノっていうのをやってます。鍵盤楽器で弾き語りしようよということなんですけど、世界で一番簡単弾き語りに特化したピアノ教室です。この私ガズが発明した、もう超簡単なピアノレッスンなんでほんとすぐできますからね。はい、これもね概要欄に貼っとくんで、ぜひガズピアノもチェックしてください。なんと本も出てますから、はい、これもご活用していただけるといいと思います。そしてガズレレのウクレレにはですね、この水引きだったりあのストラップだったり T シャツだったりキャップだったり
いろんな楽しいグッズがね、もう山ほどあるんですよ。ぜひこのバナー、ガズレレ公式ホームページにあるこのバナーに行っていただくと、もういろんなね、可愛らしいグッズがたくさん登場してますんでね、これ、ここのガズレレ .com、このホームページのね、バナーなんですけど、このガズレレホームページ、よくチェックしといてくださいね。最新情報などいろいろ面白いことは、ここが基地になってますから。はい、引き続きガズレレ YouTube チャンネルよろしくお願いします。音楽を聴くより野郎が最高、楽しんでいこう。それではよろしくお願いします。バイバイ。